じゃあ、是非の是に行きますね。まず、火をかけますね。縦よりも横を短く。同じ間隔、まあ同じ位置ぐらいで、2等分して閉じますね。この横幅の3倍より、まあちょっと長いぐらいだからかなり長いですね。まっすぐの位置、角度を揃えて。ただ中心から縦を持ってきますが、火の縦ぐらい、ちょっとまあ短いですが、だいたいイメージとしてはそんな感じ。ただこの線の半分より上に短い位置。ただ、まあ結構上の方から、まあこれは45度ぐらいかな。そしたらこの線の半分より上のあたり、このあたりからここの下を狙って、まあ45度ぐらいで払ってきますね。